里寺女子学園の1年生。高校生になったのに今までと何も変わらない日常ってつまらない。何か物足りないっていうか。だから幼馴染の抹茶を誘って今の気持ちを気軽に五七五で歌ってみんなに聞いてもらうことを始めたの。私は小林抹茶。あずきとは小さい頃から一緒だったわね。高校でも同じクラス。あの子が急に五七五で歌を歌ってみんなに見てもらおうよって言うから、最初は頭が変になったのかと思ったわ。でも思ったことを歌にして誰かに聞いてもらうっていうのも悪くないわね。なんでこんなこと始めようと思ったの？目立ちたかったからです。ああ、あなた背が低いから。そういうことじゃない。普段何気なく感じている些細な気持ちを五七五にして歌うんでしょ？そう、俳句とか川柳とかお作法がわからないから五七五。それをつなげて歌うのね。そう、それなら誰にでもできて簡単でしょ。十七文字で毎日一句、五七五つなげてそれが歌になると。わかったわ、頑張ってね。ちょっと一緒にやるんだってば。いやよ、面倒だわ。とかなんとか言って本当は付き合ってくれるんでしょ。あなたがそこまで言うならちょっとだけ付き合ってみてもいいけど。ありがとう。だから抹茶大好き。ちょっと暑苦しいから離れなさいよ。ちょっと抹茶のお肌すべすべ。触らないでって。ちょっと。というわけで始まった私たちの五七五生活。詳しいことは明日発表だよ。長いこと付き合わせて悪かったわね。でもこれからもっと楽しいことが待ってるわよ。